あなたは綺麗で美味しい練り切り菓子を食べたことがありますか？季節感あふれる綺麗なお菓子は五感を刺激し、想像力を高め、脳にも良いと言われています。認知症のおばあちゃんが練り切り菓子を食べて季節を感じ、症状が良くなったという例もあります。そんな練り切り菓子ですが、これをご自分の手で作り出せたとしたらどうでしょうか？季節に応じたその時々の花鳥風月をご自分の手で作り出すことができたとしたら、そんな素敵な練り切りのお菓子を作れるようになるまでどのぐらいかかると思いますか？1年、2年。人にプレゼントして喜ばれるくらいの練り切りなら1週間もあれば作れるようになります。こんにちは、和菓子パティシエ片岡です。現在私は和菓子教室、企業からの和菓子開発、さまざまな企業や研究団体での和菓子講師などを務めさせていただいており、新宿で和菓子店も経営しております。もしあなたがあなたの大切な人に手作りの綺麗な練り切り菓子をお土産に持っていけたなら。ですが、手作りの練り切りであれば必ず喜んでもらえるというものでもありません。色が濃すぎたり形が綺麗でなかったりでは、作り手の自己満足だけになってしまうかもしれません。この講座ではそんなことのないように、色付けの方法や綺麗に見える基本技法についてもお伝えしていますので、プロレベルの練り切り作りが可能になります。練り切りに触ったことが一度もない方、一から練り切り作りを本格的に学び直したいという方のために、練り切りの種類や特徴、練り切り案の材料、必要な道具やその使い方、揃えるべき大事な色素についても分かりやすくお伝えします。道具について先に少しだけお伝えすると、基礎的な練り切り作りならば丸棒セットで2,000円弱、さらに上を目指すなら1万円から2万円ぐらいで揃えることができます。これについても本編で詳しくお伝えします。また練り切り作りが全く初めての方でもストレスなく楽しく練り切りが作れるように、今回は今まで誰にも伝えられたことのない必ずうまくできる練り切り案の作り方を特別にお伝えします。これにより季節やレンジの性能や白あんの硬さに関係なく、いつでも同じ硬さの練り切り案を作ることが可能になります。そして色付けの方法、あん玉切り、あん包み、練り切り基本技法まで、これだけ知っていれば大丈夫という練り切り作りの技とコツについて詳しくお伝えします。これらの技術を習得することで、あなたはいろいろな場で練り切り作りを教えることも可能になると思います。ネットや市販のレシピ本を見て作るだけでは、綺麗な練り切り菓子を作ることは正直難しいと思います。このビデオ集はたくさんの素人の方に練り切り作りの技を習得させたプロが、細かいコツや難しいと思われるところを丁寧に分かりやすく説明しております。無料のプレビュー動画もご用意してありますので、まずはそちらをご覧になってみてください。最後までご視聴くださりありがとうございました。